こんばんは。9月24日土曜日午後10時30分を回りました。4号頻号な夜第293回、今夜も、30分ほどお付き合いのほどよろしくお願いします。ちょっとまだ、画像が固まったりしてますね。とコンピューターの調子が悪いんで途中で画像が、途切れることがありますので、その時はご了承願います。昨日の夜もお話をしたんですけど、またあれからちょっとチラシを作り直したり、講座の内容を考えたり、あれこれやっていたら、また徹夜をしてしまいました。今日は、駅前パソコン教室があるのに、まあ、眠っておかないときついよと思いつつも、もう朝だと。4時過ぎ ?3 時半ぐらいのあったのかな、作業が。で、寝ようかなと思ったんですけど、なかなか寝つけず、4時半と過ぎていって、まあ、そのまんま、朝を迎えて、仮面ライダーオーズカを見てました。で、その後もね、弟の、同僚の方の、名刺を作ってくれって言われたので、お店が10時に開くので、10時にデオデオに行って、名刺用の紙を買ってきて、で、名刺100枚をすり終えてから、駅前パソコン教室に向かったんですけどね。まあ眠っていない割には結構午前中あれこれ働いておりました。またお昼1時から金曜日のお昼に、昨日も放送でお話をしたんですけど、スカイプの勉強がしたいということで、まあ、急遽飛び入りで参加される方のリクエストを受けてスカイプ講座を行いました。なんていうか、すごいねという声が上がったんですけど、これはすごいね、これいいねという声が上がる前まで、前の段階が結構長かったんですね。いわゆるアカウントの作成ということで、まあ、かなり、まあ、年配の方なんでね、まあ、今ちょっとサイバー犯罪とかのトラブルが結構増えているということで、個人情報の保護とか、プライバシーのセキュリティの問題とかね、それを、勉強するためにもちょっと時間をとって、スカイプの登録の仕方を例に挙げながら、個人情報のことについてお勉強しましたけどね。一番困ったのが ID とパスワードを決める段階ですね。どのような組み合わせでパスワードを決めたらいいのかとか、どのような ID がいいのかとかね、結構お話をしたんですけど、皆さん悩まれながら、メモしながら考えておりましたけど、まあ、そういった、なんていうか、セキュリティというか、自分の個人情報は自分できちんと守りましょうというようなこと、実際にこういったアカウントを作成する段階において、お話をしていくっていうのは、非常に有効かなと思ったんですが、今日は4人の方が受講されていましたけど、1時間ちょっとかかりました。まあ、初めてそういった、サイトに登録するっていう方ばかりなので、まあ、1時間ちょっと時間かかっても、特にね、後の進行には大きな問題なかったので、よかったですね。で、ちょっと10分ぐらい休憩して、皆さん、お疲れたって、やはりその自分の ID とか、パスワードをどんな風に決めればいいのか、なかなか難しいなぁという声も出ておりましたけれど、で、後半、今度はスカイプのプログラム
ダウンロードするということから始まりまして、ね、うまくダウンロードして、そして、パソコンにカメラとマイク、ヘッドホンつけて実際やりました。僕の場合にはこのスマートフォンのアカウントを、使ったんですけど、スマートフォンでもスカイプができるんですか？で、まずそこで、すごいなーっていう声が上がったんですけれど、まあ、結構割と音声は綺麗に聞こえてましたし、パソコン同士でのスカイプでもね、綺麗な音声、またビデオ通話ができたので、受講生さんにとってみると結構ね、良い勉強をしたのかなということでした。まあ、なんというかインターネットの使い方、これまでは、いろんなサイトを歩き回ったりね、あと旅行のサイトに行って、架空の旅行のプランを作りましょうとか、そういった、インターネットのサイトの 見方、使い方を中心に勉強してきたんですけれど、今回のようなスカイプを使って双方向性のコミュニケーションを図ったのは初めてだったもんですから、結構皆さん熱心に、今日の勉強は良かったという感想も出ておりましたんで、スカイプやって良かったなというふうに思いました。ちょっと今日音声がどうでしょうかね。これ前のちょっとヘッドセットちょっと壊れてたんで、家に眠っていた、別のヘッドセットを使って今日放送しているんですけれど、特に音声が聞こえにくいとかいうことはございませんよね。というか今日は、リスナーさんはいらっしゃるのかなということもありますけれどね。うん、まあいいか。ということで、まだまだね、やらないといけないことはいっぱいあります。今年の2月に、講座を始めて、もう半年過ぎようとしているんですけれど、まだまだね、こういったスカイプとか、あとなんだ、まだね、ビデオ、デジカメとかね、そういったものの使い方まではまだ勉強してないんで、今度10月からは、年賀状作り、または、なんだあれは、絵手紙みたいなものを、作ったりしていこうかなというふうに考えているんでね、今回のスカイプの講座は良かったのかなということと、僕がこのスマートフォンを使ってスカイプをご紹介したということで、で、ついでにその新しく10月から始めるスマートフォンの講座のお話をしました。結構皆さん、テレビニュースとか新聞とか報道とか結構見てらっしゃるようで、今度 au から iPhone が出るっちゃろっていう話になってですね、それからスマートフォンのお話になっちゃったんで、で僕の作ったチラシを、配って、はい、実は、今度10月から、このようなスマートフォンの講座をやろうかなと思ってますという宣伝もちゃっかりと、行ってきました。まあ、うちの場合ですね、なんだ、チラシを配ったりして、PR をするんですけれど、若い方ってあまり受講されないんですね。まあ、年齢制限とか年齢の限定は、全くしていないんですけれど、どちらかというと私よりも年配の方が結構多く受講されてますんで、また今回のスマートサロン、スマートフォンサロンに関しても、まあ割と、私よりも年配の方が、参加するのかなというふうに考えております。まあ、年齢制限はしておりませんのでね、近く新聞の折り込みに入ってきますので、駅前公民館の近所の方、ぜひ折り込みチラシを見ましたら、1回でも良いので、公民館の方に
足を運んでみてください。私が、いるかと思いますんでね。今日もね、ちょっと講座中にお二人ほど、入り口の方で立ってらっしゃったんですけど、もしかして講座の様子を見に来られたのかなと思って、ちょっと講座中だったもんですから、まあ、対応はできなかったんですけどね、と悪いことをしたなと思いました。申し訳ありません。また、毎週土曜日やっておりますんでね、この講座は。また、来週の土曜日でも、おいてください。よろしくお願いします。ちょっとこれ音がピッピピッピ言いますね。マイクの感度がいいのか。ちょっと待ってください。高い音が、ダメなのかな。もしもちょっとごめんなさいね。こんな感じでいいでしょうか。あ、どうでもいいけどね。はい。ということで、スマートフォンサロンに関しては、今日、公民館の事務員さんと話をして、第1、第3、金曜日の、夜7時から9時までという時間帯で行おうというふうに考えております。もう早速、10月の第1週の金曜日、ちょっと音がピンピン飛んで申し訳ありません。10月の第1週というと、10月7日待ってくださいね。よいしょ。10月の7日ですね。第1回目が。10月の7日、夜7時から、駅前、基地公民館、1階の方で、行いますんで、どうぞ、スマートフォンをお持ちの方、また、スマートフォンはまだ購入してないけれど、まあ、これから、スマートフォンを購入しようと考えているという方もですね、どうぞお越しください。で、現在スマートフォンを使っていて、ちょっと使い方がわからないとか、といろんな不具合とか、トラブルが起きているので、どうすればいいでしょうかという方、まあ僕もね、まあ言っちゃ悪いんですけど、完璧なプロではありませんし、ましてや、ドコモや、ドコモさんや、au さんや、ソフトバンクさんの回し者でもありません。全くの僕も一ユーザー、au のスマートフォンを使ってるユーザーで、結構不具合とかで悩まされて、自分なりにあれこれ勉強したんですけれど、講座形式とサロン形式で行います。講座形式では、まあ、一応僕の方があれこれ スマートフォンに関するお話をするんですけれど、まあ、堅苦しくないような、お話、また講座もね、いろんな方を講師にお招きして、講座をやっていきたいと思ってますし、後半の、サロンは全くもうフリーの場、情報交換の場としてね、開放しようかなと思っております。ただ、公民館使用料がかかってきますんでね、一応受講料として1000円ほどお願いしたいなと思います。まあ別に駅前公民館を使わなくても、いいんですけれど、まあ、私にですね、いろんな、お仕事を紹介したり、していただいたりですね、駅前公民館で何かイベントができませんかというようなお話を持ってきてくださる方がいらっしゃるんですね。まあ、駅前商店街振興組合の組合長さんなんですけれど、まあ、組合長さんも、駅前商店街アミーロードをね、まあ、どうにかして盛り上げたい、お谷さん何かいいアイデアはありませんかと。将来的には町一と連動して
駅前商店街でもね、月に1回大きなイベントをやろうと考えているんですよというようなこともありますんで、だったらまずはアミーロードにね、多くの方が足を運んでもらえるように、拠点となる駅前公民館をね、どん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 利用してもらえれば、客足も増えてくるのかなということで、今回も、夜ではありますけれど、夜の時間帯、人は少ないんですけれど、駅前の利点を生かしてあそこにいっぱい人が集まれば、お、なんかやってるぞ、ちょっと行ってみようかということでね、公民館に足を運ぶ方も、増えてくるんじゃないかなと思っております。そんでそういった関係で、駅前自治公民館を、利用しているところでございます。ちょっと新しい公民館なんで公民館使用料が若干高いかなという気はしますけど、そこはね、多くの方が、参加していただければペイできますんで、なんとかね、駅前商店街アミーロードをね、盛り上げていきたいなというふうに考えているとこです。で、今日のスカイプも、結構ね、アカウント、受講生さんのアカウントをちゃんと、メモに書いてますんで、僕のこのスマートフォンに登録して、受講生さんからのお問い合わせ、お電話は、もう通話料無料のスカイプでお願いしますって言ってますんでね、スカイプで来るかと思うんですけど、なんていうか、僕ね、連絡するためにわざわざコンピューターを電源入れて、マイクとカメラをつけて話をするというのも、ちょっと面倒ではあるんですけれど、やはり、よくいるんですよ、受講生さんで。一週間に一回、パソコン教室がある日しか、パソコンを開けない。あとの6日間は、コンピューターは家で眠ってる。で、それじゃね、勉強してる意味がないと思うんですよね。予習はいりませんけど、復習、今日習ったことを、またね、一日でも日を置いて、コンピューター電源入れて、おさらいしようとかね。また、家でも、自主的にパソコンを使うような時間を持ってもらえればね、いいのかなと思います。ですんで、スカイプもね、次回の土曜の講座までに何人の方から、スカイプでお話をしませんかというコールが来るのかなというふうに思っているんですけど、ね、今のところ、これ結構スマートフォン、電池の消耗が激しいんですけど、いつ受講生さんからスカイプがかかってもいいように、サインインしているんですけどね。あら、固まった。何これ。最近ね、ホームの画面も固まることがあるんですよね。あら、完璧に消えた。また後で直したいと思います。あ、ちなみに、私、スカイプの ID、持ってるんで、持ってるというか、ありますんで、ちょっと。あ、これ全くもコンピューター固まりました。何やったか。結構自分のアカウントって、ツイッターの方に出しますね。というか、リアルタイムで視聴されている方は、ツイッターのタイムラインでわかるんですけど、YouTube でご覧の方はですね、また別途 YouTube の、動画のページのコメント欄に私の、Skype の ID を、掲載しておきたいと思います。一応、
生放送用に、まあ、ポチッと送りました。今送ったのが、これはスマートフォン用の、スカイプ ID ですので、今もスカイプは繋がってますので、もし今、生放送でご覧の方は、あ、できるのかな？ユーストリーム見ながら、スカイプ、パソコンで、問題ないのかな？もし、今の方は、スカイプを使ってください。パソコン用のもあるんですけど、まあ、パソコンのはね、最近あまり、使ってないんですけど、パソコン用のもご紹介しておきます。ということで、はい、ポチッと。いきました。はい、スマートフォン用と PC 用のスカイプの ID を、今、Twitter で晒しました。誰か遊び半分で、スカイプでかかってこないかな。お、なんか今。なんか充電ランプが、赤い充電ランプが点滅を始めました。これ、良くないんですよね。どっかの掲示板で au のインフォが01の不具合情報で、充電中に赤いランプが点灯ではなく点滅すると、ちょっとこれ au ショップに持っていけって言われたっていうことなんで、ちょっと今ね、充電ランプが、あ、点滅が消えて点灯になりましたね。よかったよかった。そんで充電中の赤い点灯ランプがパカパカと点滅するのが続くんであればですね、これをちょっと au ショップに持って行った方が良いという情報もありますんで、インフォバーユーザーの皆さん、お気をつけください。はい、ということで、今日はスカイプについてのお話をしましたけど、で、もう早速、もう新聞の折り込みの方にも、僕の、新しい講座のチラシ、2枚ほど作ったので、2枚ほど入るかと思います。宮崎駅近辺で地元新聞を取ってる方、ほとんどなんですけれど、そこの折り込みに僕の作ったチラシが入ってますんで、どうぞ、どっかね、お家の壁に貼って、ご用の時にはお電話をください。で、駅前自治公民館にぜひお越しください。よろしくお願いします。まあ、お勉強というよりも、まあ、サロンの場として考えていますんで、まあ、今日もね、ワイワイガヤガヤ、笑い合いながら、笑い声が、響き合う、講座をやっておりますんで、ちょっと人数が少ないので、まあ、寂しいのかな、寂しいなって気はしてますんでね、ちょっと、あと5人ぐらい、最低やっぱ10人ぐらいは、やっぱり必要なのかなと。寂しいですね。そんでまあ、家でパソコンが眠っていて、ちょっと、重い腰を上げて勉強したいなと思ってらっしゃる方は、どうぞ、駅前パソコン教室に。ちょうど車が置きにくいんですけど、まあ、駅前の方に、立派な、立体パーキングもできてますし、コインパーキングも結構周りにいっぱいありますんでね、ちょっと200円ぐらいかかっちゃいますけど、ぜひ自分への投資ということでよろしくお願いしたいと思います。はい、ということで、今夜は、第293回、スカイプというテーマで、お話をしてまいりました。とっても今日ね、もう頭がぼーっとしてます。眠ってませんからね。もう今日は、何もしないで、このまま、寝ようかなと思って
おりますけど、また思ってるだけであって、まあ頭がまたギンギン冴えてくるかもしれませんけどね。明日は、親父と、墓参りに行く予定、墓参りに行って、で、温泉に行きましょうという予定があるんでね。ちょっと、はい、ほんと今日早めに休みたいと思います。それじゃあ、今夜の4号頻後な夜、第293回、この付近で終わりにします。また明日もお時間ございましたら、ご視聴のほどよろしくお願いします。それじゃ、失礼します。